では、エブヨン。皆さんこんばんは。ガエルチャンネルです。さあ、やってまいりました。毎週日曜日のスキップバーバー世界一決定戦、サンデーナイトライツ。今日は SOF4500 ですね、鈴鹿西コースからお届けします。今日からですね、オーストラリアの夏時間が終わりまして、1時間繰り下がってですね、日本時間の20時15分からのスプリット、このオフィシャルレースがサンデーナイトライツっていう位置づけになってますね。まあ、Iレーティングがですね、この私の一つ後ろのゼッケンの大和さんが3100で参加できてますんで、まあ、大体これぐらいのアイレーティングがあれば出場できるというトップオブトップスプリットですね。レジスターが110人と最近にしてはかなり多い人数でしたね。さあ、このあれに荒れる、またの名をね、ターン2ガチャって言ってるんですけど、まあ、ハイリスクローリターンなですね、生き残れば美味しいんですけど、生き残れないことが多いこの怖い怖い鈴鹿西コース。ちょっとね、このレイアウト的にですね、やっぱりターン2に殺到してしまうんですよね。ですので序盤本当要注意ですね。予選は私14番手です。一つ前にラッセル君いますね、永遠のライバル。スタート。さあ、まずは、そんなにガツガツせずにですね、安全なとこでまずは生き残っていきたいですね。さあ、1コーナーの130R、おお、ラッセル君結構しっかりブレーキ踏んでますね。私がインを刺す形になりますけど、さあ来ました、ターン2ガチャ。おっ、これあ、ごめんラッセル君、ごめん。これね、後ろのね、車がすんごい勢いでレイトブレーキングしてきて、私今ミラーを見ながらブレーキングしてたんですけど、うわ追突されると思ってですね、インガーに避けたんですよ。そしたらラッセル君がいたっていうね。ああ、そしてデグナー2でも、いやー荒れてますね。ちょっとね、ラッセル君、これね、後でちゃんと謝っておきましょう。これ申し訳ないですね。おー、インから今伯爵来ましたね。おー、そしてなんだこの煙幕は、怖いけど踏むしかない。いや、なんかすごい荒れようですね、これ。ヘアピンでね、伯爵が刺してきたんで、もう伯爵がね、全然予選順に下だったんですよね。まあ、なのですごい追い上げてくるだろうなとは思ったんですけど、まさか1周目で来るとはね。これ順位が10番手ぐらいに上がってんじゃないですかね。順位9番手です。9番手。おお、またこのスモーク増量キャンペーン中。おお、なんかタイヤが外れてる人が、おーおお、当たった。これはアウトか。まだ出ない。アウトじゃない。なんと当たりどころが良かったみたいで、このあっという間にサスペンションアーム、ドライブシャフトは壊れてしまう。スキップバーバーとしては奇跡的に生き残りました。いやー、なんかすごいレースですね。いやー、生き残ったのが信じられないですね。とりあえず今日はついてるということで攻めていきましょう。さあ、さあ、今何番手ぐらいですかね。多分7番手ぐらいには上がってると思うんですよね。あの伯爵たちが、セカンドグループのはずですね。
いやちょっとね、後ろからのブレーキングが怖いですね。追突されそうで怖い。さあ後ろのダニエルさん、イタリア人ですね。まあ彼はですね、何度かレースやったことがあって、まあある程度信頼してるドライバーですね。そんなにめちゃくちゃなことはしてこないです。まあ、とはいえね、レースなんでどこまでいけるかですね。いや今日はね16周のレースなんですけど、なんかもうこの今もうすぐ4周目に入ろうとしてますけど、なんかすでに精神力を使い果たしたようなそういう気分ですね。さあ後ろダニエルさんが来るので、これインから行かせますかね。おお、これアウトから来て、これは噛み合わなかった。これはこれね、抜かせられなかったですね。なんかブロックしたみたいな形になっちゃいましたね。これは申し訳ない。ちゃんとね、先頭交代していった方が安全ですし、ですので、次後ろに疲れたら、あのパスライト、パスレフトちゃんと言いましょうね。うん、オフトラック。今のでインシデント9、まずい。これはインシデント9はこれ2回、あと2回こうあのドカンドカンって 4X 2回食らうともう退場ですね。これちょっとオフトラックを抑えていかないと、これ退場の危機ですね。スプーンちゃんとダニエルさんついてきましたね。さあパスライト、パスライト、ダニエルさんからサンキュー返ってきましたね。さあ後ろのドナルドさんもオーバーテイクしようとしてますけど、さあここはインを守って、あ、引きましたね。さあ追突だけはしないでほしい。前も後ろも見ながら、どちらかというと後ろを見ながら、ダニエルさんはねまだ接触事故がないので、もう思いっきりオフトラック使ってのびのびと走ってますね。ちょっと羨ましい。さあそれにしても伯爵ご一行は遥か先に行ってしまいましたね。やっぱ早いですね。でそれに対してこの、3番手グループのダニエールさんや、あとはもしねラッセル君が健在だったら、一緒に争っていたと思うんですけど、やはりね実力の差が、格の違いというものがありますね。もうこれはしょうがないですね。さあレースは6周目、ちょっとオーバーテイクするには微妙なタイミングだったんで1回待ちましょう。さあ追突されたくないけど追突もしたくない。やはりねピングの熱湯の遅延が200ミリセカンドありますので、結構ね気を使わないといけないですね。うん、さあちょっとアクセル緩めて追突しないように。
うん、今の、ヘアピンの立ち上がり良かったですね。これはスプーンでうまく立ち上がってオーバーテイクするチャンスですね。うん、いいですよ、うん、これはもらいいただきですね。さあイン側ですね、はい、アウトに行きましょう。後ろのドナルドさんがどう出るか。ドナルドさんも一緒に来ましたね。今ショートカットペナルティギリギリでしたね。危なかったですね。さあこのドナルドさんもブレーキングで結構ね車間詰めてブレーキングしてくるのでちょっと怖いですね。ブレーキミス。今もですね、ミラーを見ながらブレーキングしていたんですけど、ドナルドさんが結構突っ込んでくるんでですね、ちょっとブレーキを緩めて、でさらに奥で踏み直す。そしたら、軽くロックしてしまいましたね。うん、セーフセーフ。いやこのインシデントがですね、残り7しか使えないので、もう安全にこのオフトラック取られないように行かないといけないですね。さあダニエールさんがイン取りましたね。うん、スリップストリームで2台まとめて抜いてきましたね。ターン3の立ち上がりがいい、かなりいいですね。うん、しかもオフトラック目いっぱい使ってていいな。さあ前のダニエルさんと 0.7 秒差ですね。うん、ちょっと離れましたね。さあ頑張って追いつきましょう。うん、さあ 0.6 秒差。オーバーテイクはできないまでも130あるまでに結構詰められそうですね。レースは9周目後半戦です。うん、後ろドナルドさんは車間空いてますね。うおー怖い、あい怖い。今ねミラーでめっちゃ近づいてきましたね。いや、おかげでブレーキをリリースせざるを得なかったですよ。怖いな、この後ろのドナルドさん。さあ、この恐怖から逃れるためには前のダニエルさんをオーバーテイクするしかない。このスプーンへのヘアピン立ち上がってからスプーンへのアプローチは結構ドライバーによってライン取りの癖がありますね。うーん、さあどうだ、ちょっと微妙かな。
これは待ちましょう。さあ後ろが怖い。どうしてもね、ぶつけられたくないので早めにインに切り込まざるを得ないですね。できればこうギリギリ、アウトインアウトのアウト側で粘ってスパッて切り込んでいきたいんですけど、おーダニエルさんミスしてますね。まあ、これはちょっとねオーバーテイクしてもしょうがないんで待ちましょう。まあ、オーバーテイクしてもしょうがないというよりもオーバーテイクするにはちょっと微妙な、車間だったんでですね、まあ、ここは一旦待ってスプーンの立ち上がりでオーバーテイクする方が安全ですね。さあどうだ。うん、いいですよ。いいですよ。あ、今度はアウトに行きましたね。ではインからアクセル緩めましたね。これ3球ですね。いや、このスキップバーバーの130R は結構怖いんですよね。やはりラジアルタイヤのグリップがそんなないっていうことと、もうダウンフォースも、まあ、ほぼね気持ち程度のダウンフォースですから、こう前後のスライドをバランスさせてこううまく均等に荷重をかけて曲がっていかないと、やっぱり姿勢が乱れたり最悪スピンしたり、まあ、スピンしたり、まあ、最悪クラッシュしたりとかですねしてしまいますからね。さあ、うん、ダニエルさんが珍しくヘアピンミスですかね。まあ、とはいえここのスプーンのアプローチまでで結構スリップ効きますからね。うん、スプーンの立ち上がり悪くないですね。ダニエールさんがちょっと遅れてるかな。さあこれは来るんでしょうか。あ、来ない来ない。よし、ナイスパス。あ、ここら辺でねこうお互い安全にレースしましょうねっていう意思の疎通ができてると思いますね。まあ、結局無理にオーバーテイクしてもスリップストリームでまた後ろから追いついてくるんで、やはりオーバーテイクするされるになるとその分、ね、接触のリスクが高まりますからね。さあスプーン、うん、どうもスキップバーバーはあのスプーンのアウト側の縁石はみ出してまでいかなくてコンパクトに回る方が速そうに思いますね。最初の頃はこうもう思いっきりアウトまで使ってっていう MX5 のようなライン取りしてたんですけど、さあ、うん、一瞬ダニエルさん迷いましたけど来ましたね。うお、後ろのドナルドさんが近くて怖い。うん、
うん、ダニエルさん立ち上がりいいですね。さあスリップへついていきましょう。うん、遠赤でちょっと滑りましたけど、うん、さあこれはどうだ、これはどうだ。さあ14周目レースは残り3周、これは微妙だな。ちょっと待ちましょう待ちましょう。これね、焦って前に出なくてもファイナルラップで前に出られればいいんですよね。今のターン3の立ち上がりダニエルさん良かったですね。うん、あそこのねイン側のグリーン踏むのは結構ギャンブルなんですけど、引きちぎられたくないので、ちょっとギャンブルに出てます。グリーンとの段差で姿勢が乱れる時があるんですよね。さあダニエルさんと 0.7 秒差。うん、さあこれはまずい。あそこのターン3は大事ですね。うん、ダニエルさん軽くミスですかね。さあまだ2周ありますよ。さあこれで15周目、残り2周、まだね前に出る必要ないです。次のアップで前に出たいですね。さあターン3 OKOKOK、 そんな悪くない。さあインシデントも今13ですね。13インシデントついてるのでもう絶対接触できないですね。この一触即発で消えてしまう恐怖。さあこっからスプーンまでどこまで追いつけるか。さあスプーン大事大事、ちょいオーバースピード気味。これは厳しい、これは厳しい。さあこれでファイナルアップですね。あ、右にドナルドさん来ましたね。でも引きましたね。なんとか帳尻合わせて、うん、今度はそんなに離されてないですよ。とはいえね、オーバーテイクするポイントがないんだよな。おお、なんかぶつかってるし、これは大丈夫なのか。大丈夫みたい。さあアウトから差し込まれようとしてますね。でもなんとか助かりました。いやあれね、ダニエルさんがこっちに吹っ飛んでくるんじゃないかっていう恐怖でね、いやびっくりしてしまいましたけど、うん、あれ大丈夫みたいですね。横からの壁ヒットとかはそんなに変わってないんですかね。さあスプーン、厳しい。ブレーキャー、ラウンディー。
届きませんでした。でもいいレースでしたね。ダニエル、ドナルド、うんね、ダニエルさんとドナルドさん、グッドレース、グイル、うん、グイルじゃなくてガイルなんですけどね。 Yeah, that was a fun race, guys. ああ、ドナルドさんからもね、ファンレースというふうに来ましたね。うーん、なんというサバイバル。ああ、そしてラッセル君に謝っとかないと。はい、というわけでリザルトがですね、14番手スタート8番フィニッシュでしたね。この、うん、トップ10フィニッシュ超相当久しぶりですね。もう半年ぶりぐらいなんじゃないでしょうか。今回はターン2ガチャが当たったというところですね。トップ優勝が上昇ベニーさんで、2番手が、新たな、ね、堀さんですね。伯爵が18番スタートから4番フィニッシュですよ。やっぱ実力ある人はね、すごいですね。で、ラッセル君は、私がね、押し出してしまったので、12番手フィニッシュというところでした。ではまた、オープニングラップから お別れというかですね、ちょっと検証必要ですね。うん。ここからね、まあ、予選が14番手で、うん、まあ、いつもの感じですよね。さあ、このターン2ガチャ、うん、あ、でラッセル君は前に合わせたんですね。で、このブレーキングで、このね、後ろの車がね、すごい勢いできたんでびっくりしたんですよね。で、ここで、あ、ぶつかると思ってイン側に避けようとしたら、うん、これ、あ、ね、ラグヒットって言われるやつですね。まあ、これは、なので私、避けるんじゃなくて、もっとブレーキを一回離してですね、でもっとブレーキ、まっすぐのブレーキだけで調整すべきだったんですけど、できなかったですね。申し訳ないです。うん。はい、で、ラッセル君とはですね、今チャットでやり取りをしていて、まあまあしゃあないさと、もうこのコースはね、とことん相性が悪いんだと、うん、今週はまだ2回しかレースしてないって言ってますね。なんか、ね、ラグヒットっていうのは和製英語なので、外人さんに、うん、外人さん伝えるときはネットコードって言わないと通じないですね。さあ、この白煙、うん、いやーね、荒れてますわね。まあ、でも今日は珍しくですね、運よく生き残りました。はい、これもですね、ご視聴いただいている視聴者の皆様のおかげですというところで、よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタン押していただけると嬉しいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。Allá, que ganas.